で、モカスのモンゴル人たちは、モカスからそのあのたくさんゲル2、3個ぐらい持ってるんですけれども、例えばこちらは、台所のゲルですね。それではお邪魔します。うわー、綺麗。周りのものが全部あの昔のまんまです。すごい。で、例えばこちらの器ですけれども、革でできてます。で、こちらの器の方は木でできてます。はい、じゃあ早速真ん中にはこういった鍋が置かれております。この鍋で何を作るかと言いますと、お酒ですね。はい、で、この真ん中には、くるぶしがありますが、これは昔の遊びですね。例えば上に投げて、何回持てるかという遊びなんですけれども、私はまだまだ下手です。はい、じゃあ、こちらあの革でできているかなりあの大きい袋が見えていますが、これはですね、馬乳酒作るための器です。この中におよそ40リットルから50リットルの一度に、馬乳酒を作ることができます。で、夏一番暑いうちに、ずっと混ぜ続けながら、馬乳酒が出来上がりますね。牛乳が発酵することができます。で、ここでなんかあの木でできている箱があるんですけれども、この中には牛糞、馬糞を集めて、料品として使っていました。じゃあ、ちょっと逃げ払っちゃう。で、手で持ちますが、こちら牛糞ですね、乾燥してます。でも、モンゴルではあの薬草などもたくさん生えていますので、全く臭い匂いはないです。で、乾燥してますので手も汚らない。昔のモンゴル人たちは紐を、羊とヤギの皮で、作ってました。こうやって皮を細くして、で、また水に濡らして、柔らかくすることができます。レストランはこんな感じです。かなりあのモンゴル風に作っております。こうやって、3つのゲルをつないである状態なんですけれども、多分一番大きい中央のゲルは、10カベだと思います。真ん中に薪ストーブがあります。はい、じゃあ、早速昼食が出てきました。なんと今日の昼食は、羊肉を煮込んで、こんな状態に出来上がってます。うわー、美味しそうですね。で、やっぱり野菜もたっぷりありますので、ぜひ味見していきましょう。じゃあ、まず、肉汁、スープからいただきます。おお、すっごい。あのこちらのキャンプ場の、飼ってる羊の新しいスープなんで、結構なんですかね、モンゴルのお肉、羊肉の味がちゃんとスープに染み込んでます。で、やっぱりあんまり臭みないです。結構美味しいです。
中には米が入ってます。やっぱりこの肉、お肉のスープと米が結構相性がいいです。ぜひ皆様味見してはいかがでしょうか。で、あのお肉の方からもいただいていこうかなと思います。すごい骨ついてます。この骨のまんまですね。それではまず一口いただきます。はい、で、小麦粉もありますのでこんな感じです。煮込んだ羊肉です。はい、じゃあいただきます。あ、またこちらニンニクのタレもありますので。すっごく柔らかい。見た感じではちょっと硬いのかなと思ってたんですけど、かなり柔らかいです。おいしい。ついてないですね。こんな感じです。周りは全部 作品画なども飾られております。で、ここで自分に、気に入った作品を買うこともできます。はい、じゃあ例えばこちらの作品ですけれども、きれいに昔の一番モンゴルの一番最後の王様、八代活仏様が描かれております。で、王様がいて、女王様がその宮殿の前にいる状態で描かれております。で、近づいて見てみますと、こちらは本物の布、糸などを使ってきれいに作っていることが皆様がわかるでしょうか。はい、以上、モンゴルのマレックでした。いろいろそのモンゴルの伝統が伝わってきて、私にもたくさん勉強になりました。皆様、こちらの動画がよろしければ、チャンネル登録とまたグッドボタン、コメントお待ちしておりますので、また次回会いましょう。さよなら。